さて、それでは今回はポケモンスリープ木の実についてなんですけども、今週のカビゴンの好きな木の実という風になっています。この画面は、ホーム画面、ここで右下のカゴのところ、ここをタップすると、ここですね、右下のカゴをタップすると出てきます。今週のカビゴンということで、毎週好み変わるそうです。で、この木の実、ウブの実、キイの実、シイヤの実という3つが今回の好みなんですけども、カビゴンの好きな木の実を上げるとエナジー増加量が2倍になりますということで、かなり大きいですね。2倍なので、できたらこの3種類の木の実を取ってくるポケモンをこの周りに置いておきたいということで、まずは左下ポケモンというところを押します。本当全然詳しくなくて、もっと早く勉強すればよかったと思ってることがたくさんあるんですけど、チーム編成のところ、ソートかけることができるんです。お手伝いチームというところで、お任せ編成を押し、あ、すいません、お任せ編成じゃないです。ポケモンまずどれでもいいので押してもらって、で、全体、今自分が持ってるポケモンが表示されたら、下のところ、戻るの隣、オフというところがあります。これを押すと、タイプ別に相当ができます。タイプ別、種類別、木の実、食材、それからスキル別も選ぶことができます。この中で、ウブの実、キーの実、シーヤの実かな。ちょっとこれ覚えないといけないですけど、これ3つ入れます。そうすると、現在持っている中での、その3種類の木の実を持ったポケモンが選ばれると。今ちょっと編成してましたね。こういう形で。で、特に、このピチューで言うと、木の実 ×2 なので、たくさん持ってきてくれるポケモンもいたりするので、一度相当してみて、こっちの方がいいなとか選んでもらったり、あとはこの、元気ですね。下のゲージが。これが少ないと集めてくる、木の実を集めてくる、木の実食材集める効率が落ちるそうなので、まだちょっと僕ここはっきり分かりきってないところで、どれぐらいで減ったり増えたりするのかっていうのが分からないんですけど、ここも見ながらね、選んでもらったら僕はちょっと少ないですね。4匹しかいないので、この中で選ぶと。まあ何個か編成しておいて、そのやる気とも見比べながら、木の実を集めていったらいいかなと。あとそれと、ちょっと継ぎ足してあれなんですけど、たくさん今まで動画載せてきたんですが、ポケモンごとのサブスキルを紹介してたんですけど、ポケモンごとではなくて、同じポケモンでも個体値によって、違うそうです。もうランダムで決まるらしくて、スキルは固定なんですけども、サブスキルに関しては毎回ランダムで変わるらしいので、ちょっと追いかけるのは難しいらしいんですけども、一応各動画の方には、注釈として、違ったそうですと書かせてもらったんですが、ちょっとこの辺りも勉強不足で申し訳なかったです。ということで、今回は木の実について、こんなところかな。あとは、あ、そう、チーム編成、もう一回ちょっとすいません。チーム編成の中でお任せ編成で木の実っていうのも編成できるんですけど、これだと多分スタミナ、元気の部分かなが考慮されるのか、何匹か外らされてしまってるんです。ここで言うと、うちはメリープが、木の実の適性に入ってるんですけども、外れているので、できたら今話したような、まずポケモンクリックして、そして自分で一度ここで相当をかけるようなやり方をした方が確実に選べるかなと思うので、まあ、木の実だけが、育成要素ではなくて、食材が結構優先的ではあるかなと思うんですけども、もう一つ、選ぶ基準として、このポケモンいらんなと思わずに、木の実が珍しいから置いといた方がいいかなとか、まあ1週間ごとなので、その週乗り切ればまた次、回したりもできるのかなと思うので、ちなみにこれキャタピーが今3匹いるんですけど、調べるためにね、個体値によって違うんかなと思ったら違いましたね。全然関係なかったので、またこちらも紹介させていただきたいと思います。ということで、今回は、カビゴンの木の実についてでした。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。
アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。